ナス、ナタマメ、レンコン、キュウリ、シソの実、シイタケ、または、白ごまなどの7種の下漬けした、野菜類を塩抜きして、細かく刻み、醤油と砂糖やみりんで作った、調味液で漬けたもの。福神漬けと呼ばれる場合が多いが、福神漬けと呼ぶ地方もある。いわれについてはいくつか説がある。漢文12年、では国尾月郡八幡田村出身の両道閣が、 上野関英寺に、観学寮を建立した。観学寮では寮生に食事が出され、おかずとしては、寮沖長考案したと言われる漬物が出された。大根、ナス、キュウリなど、野菜の切れ端の残り物をよく干して、漬物にしたもので、リ王寺宮がこれを美味とし、福神漬と命名、交換に広まったとされる。明治時代初頭、東京、 上野の漬物店、山田屋の店主、第15代、野田生門が開発し、自分の経営する茶店で売り出したところ評判となり、日本全国に広まった。名付け親は、これを、大いに気に入った、当時の流行作家、売定金がで、ご飯のお供にこれさえあれば、他におかずはいらず、食費が抑えられ金が貯まるという解釈で、7種類の野菜を使用してんが、 上野市のバズ池の弁祭店近くにあったことから、福神付と命名されたとされ、日暮里の上皇寺に表彰碑が存在する。また、この名称が広がることを願った聖英門は、商標登録をしなかった。なお、白土三平の漫画、カムイ伝では、登場する架空の商人、夢屋が、お盆が済んだ後に捨てられた備え物の茄子やきゅうりを、刻んで付け、 やたら漬けの名で売り出し評判を呼んだものとあるが、あくまで創作と推測される。やたら漬け自体は、いろいろな野菜を刻み、取り混ぜて漬けたものとして各地に存在している。日本では、カレーライスに添えられる定番の漬物である。大正時代に、日本郵船の欧州航路客船で、一等船客に、カレーライスを供する際に添えられたのが最初であり、それが、 日本中に広まったとされる。福神漬けが赤くなったのは、インドカレーの添え物であるチャツネに習ったという説がある。昭和初期、軍隊で支給された缶詰の福神漬けは、砂糖で甘く味付けされており、人気を得るに至った。これを故郷に持ち帰った将兵により、甘口の福神漬けは全国に広まることになる。市販品では、 人工着色料などを使って真っ赤な色をつけられたものが多かったが、その後開発された自己主張しすぎないオレンジ色をしたカレー用製品が好評を博し、近年では色をつけない茶色の福人付けも支持を得るようになった。海軍カレーなどのように福人付けの汁を隠し味に使うこともある。6野菜類、日本食品標準成分表ペン。 文部科学省科学技術学術審議会資源調査文化会2015年12月25日2015年版 ISBN 978から4から8645811892016年10月15日閲覧あなたの地元では副人付けをどう読みますか食べ物新日本機構日経ネットハット AB 東洋水産 東京ガス、福神漬江戸美学研究会 AB 神社と、神道参考文献、図説7福神、恵比寿交渉出版クリナップ岩波国語辞典、第6版より、食の歴史その47アメリカの辞書にも載っている、照り焼き、カレー用と、名の付く福神漬は、なぜ赤くないのかエキサイトビットこねた2006年11月9日。ありがとうございます。